はようございます。今日は石鎚山に来てます。今日はすごい人なのでちょっと小声でご挨拶させていただきます。今の時間が6時40分です。ロープウェイの始発が7時40分なので、順番待ちしたいと思います。では行ってきます。一気に上がったな。一気に1300メートル来たから一気にすごい綺麗。今ここずっとこう上がっていくんやな。これだけ見たらすごい登るな。うん、あれでもさ、あんだけすごい人やったやんか、うん、めっちゃ並んどったやろ、うん、もっと救急にロープへ積むんかな思ったら積まへんかったから。救急に乗せられると思ったね。そんなことなんだろう、うん、これはだいぶ早く来なあかんね、こういう休日。だいぶ早く来なあかん。7時40分やけど何分に動いたんやろ。30分ぐらいには動いたんかな。ちょっと朽ち果ててるんかい、うん、上がないもんな。あ、なんか見えるで。まだ全然見えん。歩きやすい。着いた？そうやな。成就者着いた？ここかな。山頂が見えてます。ここなんか旅館。そうね、あれトイレあるよ。やっと入りましたね、これやっぱさっきのトイレがここで、で次はもう二の鎖のところまでないね。あ、そうそう、うん、二の鎖のところで最後のトイレ。そうやな、うん、ここで行っとった方が良かったね。綺麗、うんうん、なトイレやった、うん、そうや、あの簡易水洗トイレ、うんうん、綺麗にしてくれてる。これ石鎚山頂 3.5 キロ、うん、すごいね、これ。すっごい綺麗なとこ、道が。うん、今日はほんでまた、うん、気温もええわ、うん、天気もいい、うん、まあ最初はこんななだらかやねんね、うんうん、なんかちょっと下ってる。そうやな、うん、見えてんねんけどすっごい遠いで。3.5 キロあるんだな。めっちゃ遠いで。結構あるよ。どんどん多い。ほんまやね。これ帰り登る。帰りの心配。早いわ。霊峰石鎚山。見えてる。あ
の山荘が見えてるね。山荘見えてるね。めっちゃ遠い。めっちゃ遠いな。ほんま遠いな。めっちゃ遠い。まあ気持ちやけど、うん、最初見えた時よか、うん、ちょっと近くなった気がする。あら、階段がある。はあ、ここ階段、階段やな、あの成就者のところから、うん、最初めちゃ下って、うん、で階段があるねんな。長いこと。これ怖い、ほら。大丈夫？ちょっとなんか朽ちてるようなところがあるね。うん。一旦ここまで。はい。でも歩きやすいね。うん。急な階段じゃない。うん。でも。階段続くよ。崩したらあかんで、うん、なんかちっちゃいのいっぱいなんかすんで。止まってますよ。階段やな。うん。よいしょ。はい。ずっと階段。うん、おお、まだまだ階段。それで。うん。涼子さん、だいぶ階段でへこたれてます。まだあんねんけどな。でもなんかもうちょっとっぽいで。試しの鎖です。ここは巻きます。鎖をの持って、また鎖で降りないといけないので、ここは巻きたいと思います。はい。試しの鎖の巻き道です。ということはこれ右手になんかすごい岩あるやん、うん、これ登ってはんねん な、 そうな、ほんで降りてこなあかんねんや。巻き道早っ、巻き道早っ、ね、あほら降りてきてるよ。あ、ほんまや。結構いかつい。あ、ほんまやな。登るのはいいけど降りるのが怖そうなので巻きましたけど。ちょっと体力温存ですよ。全蛇ヶ森のピークです。 これが全蛇ヶ森っていうの、ね、あ、せやね、うん、だいぶ近くだから階段だいぶ近く、あそこ見えるで。どれどれ、え、もうあと 1.5 キロやで。そうなんですよ、うん、どれだね。だいぶ近くなってきたな。近くなったね。うん。ゴツゴツの道だね。うん。うん。ゴツゴツ。あ、すごい綺麗で、そっちほら見て、試しの鎖のとこいっぱい人。あ、ほんま。大渋滞になると。やっと見えるようになってきたんかな、こうやって。ほんと、今までずっと森の中で。そうやな。うわー、すごい。あ、だいぶ近く来たね。
向こうもやな。山頂まであと1キロ。もうちょい。そうやな。一の鎖です。これは登ってみたいと。こんにちは。思います。では準備を。そう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 、だからそっちの奥の方やな。行くよ。よろしくどうぞ。あ、気をつけて。はい。うん、はん、全然なんか普通やな。行ける感じ。手の力で登るっていう感じはする。うん。手大丈夫？手大丈夫？大丈夫。うん。もうここで終わりなんやろ？そうやな、ここで終わりやな。はい。とりあえず一の鎖終わり。これ何ぼやったっけ？ 30？3 メートルか。いけるな。一の鎖はいけたね。巻き道から来たらこっちってことですね。ああ、そうやね。次倍ぐらいの長さやけど、二の鎖は。うん。それも行ってみたいね。登ったら降りられへんから行かなあかんで。ほんまやで。富士小屋コースからの。ルートやね。ここで合流するから。そうやね。階段の幅ね。おやつ食べよう。ちょっとここで休憩。そうやね。目の前が二の鎖やからね。ランチパック。また袋パンパン。何食べたら、なんかお腹空いてるかな。それはね、つるつるや。あ、その先に行ったらちょっとあれやね。その靴でも滑るか。止まったんだ。そうやな、進まんな。でもやっぱり長い分、さっきの一の鎖をか、手使うわ、手の力が。そうやな。うん。握力が。ぐっと引きし。そうやな、自分引いてやらなあかんか。うん。よっ。すごい。で、そこの足場までやな。ほんじゃちょっと一旦来るわ。行った。行ったな。
アクアここは多分行けるわ。ここは全然足がつけそうやわ。ものすごい腕力いる感じ、腕の力が。どうする、先行く、後行く。手の引きやね、はい、うん。あ、楽しい。楽しかったね。ちょっと怖いとこもあるけど、山の鎖がちょっとやばいけどね。え、山の鎖がやばいかもしれない。後ろから見とったらハラハラしとったけどな。で、うちがやっぱ先行ってこんな感じで道を教えた方がいいかな。あ、そうやな。ここは終わりやな。はい、コンマ4キロ。そうか、三の鎖、こんなとこ行かなあかんねや。はい、三の鎖は巻きます。三の鎖も巻きます。二の鎖よりきついんやったらちょっと怖いかな。そうやな、ちょっとしんどいな。うん、二の鎖はまあまあ、普通でもないけど、まあ安全に行っとけば大丈夫なんやけど。それ以上にきつかったら怖い。そうやな、だいぶ垂直やったような気するもんね。うん、じゃあこっち巻くよ。はいはい、あ、ほんまや、あの上に見えとんね。あ、こっちこっちの上やな。もうヘロヘロなってる。うわ、高っ。すごい、めっちゃ高い。はい、到着、石槌山。着いた。お疲れ様でした。うん、ここのはさっきのと比べてどうやろ。いた。ここも一応な、右とかこっち崖やねんけどな。めっちゃ崖やけど、怖い。そうやな。うん、まだあの、地位がちょっと大きいからな。幅が大きい？そうね。左手が、ストーンと見えてんのかな。なかなかどうして、怖い。またかなあかんねんな。うん、あ、そこがちょっとあれか。うん。大丈夫。足かけるところ。よし。行けた。うん。行ける？よし。あ、ほんまやな。ここが切り立ってんのか。ここ怖いで。ここやな。なるほど。どう？崖、うん、あー、ほんま、
お疲れ様です。怖いっす。絶対ここ怖いよな。怖かったもんな。下見えたらねんな。ここはちょっと危ないね。スルッといったのだいぶね。天狗お疲れ様でした。楽しかったね。楽しかったな。石づち山頂の山荘のカレーです。美味しそう。1000円。美味しそう。いただきます。すっごい綺麗な。まだ道が見えてんねやな。自分え自分来たとこある程度見えてんねんな。ほんまやすごいわ。やっぱ大きい山が気持ちいいな。おまあまた別物やな。そうやな。なんだどこがあれや。スコーンしとうからすごい怖いところがあった、ね、あとあったな。うん、でもうちょっと先行ってんねんな。うん、あそこのスコーンってシャンシャンって言うとあそこ行こうな。あ、やっここすごいね、またそう、ね、さっきんとこよりなんか怖い。降りてきた。そうやな、こっからやってるな。ミノンくさりちょっと見えないね。こっち行ったら、ちょっと小屋もうね。こっち行ったら、ジョージコース。まあまあちょっとあんだけ岩滑るって思わんかった。多分みんなが登りすぎてツルツルなってんじゃん。うん。あれ遊びなかった。登られめっちゃ滑ったもんな。でも重くないと危ないもんね。すごいとこやった。一の下りは大丈夫やと思います。全然いけたね。うん、ここはいけ。ここは鎖持たんでも言うて途中までは登れるかもしれない。いや昨日ほら夜に市長選見てもたけどさ、だから今日危ないんかな思ったんよ。うん、でも天狗岳とか何もあんま考えんとついついついていったような気がする。
それが欲しい。そこでけつまずいたらちょっと前からクルンクルンになってます。あ、ほんま、ほんま試しの鎖やな。うん、来たー言うて、まだまだ全然、うん、よいしょ、ちょっと斜めやな。ちょっとここで休憩、はあ、座った。うちがそっち座ったら大丈夫かな、うん、どれ置いたんですか。どれだったかな、これかな、忘れたな、うん、忘れた。めっちゃいいところやった。見た目つけられたな。うん、あれがそうなんや、めっちゃ綺麗、綺麗な、降りてきました、楽しかったです。天狗岳に行くのにはちょっと映像的にはちょっと怖い映像になるかもしれないんですけど、でも実際行くと結構行けます。でも、変なことせえへんかったら大丈夫やね。うん、あのでも真下を見るとスコーン落ちてるからちょっと恐怖を感じるかもしれへんけど、まあ大丈夫。楽しかった。